こんにちはヒューガヨイチです今回もデボーションをシェアということで使徒の働き3章を読んでいきたいと思いますペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったすると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきたこの人は宮に入る人たちから施しを求めるために 毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めたペテロはヨハネと共にその人を見つめて私たちを見なさいと言った彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだすると ペテロは言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。 そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ2人と一緒に宮に入っていった人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見たそしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いた この人がペテロとヨハネにつきまとっているうちに非常に驚いた人々が皆ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきたこれを見たペテロは人々に向かっていったイスラエルの皆さんどうしてこのことに驚いているのですかどうして 私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせ、彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、 ピラトが釈放すると決めたのにその面前でこの方を拒みましたあなた方はこの聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を釈明するように要求し命の君を殺したのですしかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました私たちはそのことの証人です このイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前で、この通り完全な体にしたのです。さて兄弟たち、あなた方が自分たちの指導者たちと同様に、 無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。しかし神はすべての預言者たちの口を通してあらかじめ告げておられたこと、すなわちキリストの受難をこのように実現されました。ですから、悔い改めて神に立ち帰りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られます。 そうして、主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにあらかじめキリストとして定められていたイエスを、主は使わしてくださいます。このイエスは、神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた、万物が改まる時まで、天に留まっていなければなりません。モーセはこう言いました。 あなた方の神、主は、あなた方の同胞の中から、私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。彼があなた方に告げることすべてに聞き従わなければならない。その預言者に聞き従わないものは誰でも、自分の民から断ち切られる。また、サムエルをはじめ、 彼に続いて語った預言者たちも皆今の時について告げ知らせましたあなた方は預言者たちの子であり契約の子ですこの契約は神がアブラハムに「あなたの子孫によって地のすべての民族は祝福を受けるようになると言ってあなた方の父祖たちと結ばれたものです」 神はまず、そのしもべを立てて、あなた方に使わされました。その方があなた方一人一人を悪から立ち返らせて、祝福に預からせてくださるのです。はい、ということで、使徒の三章は、この美しの門の、えー、まあ足、生まれつき足の不自由な人の癒し、 そして、えーそ,のえー、それに続く、まあ、ペテロとヨハネ、まあ、ペテロの、えー、説教ですね、まあ、これ2回目の説教記録されている説教としては2回目の説教ですけれど、えー、の部分というのが、えー、記録されている、えー、箇所になりますで、えーまあ、いくつかのことを教えられるわけですけれど まあこのペテロが、まあ、この癒しの技を行った時に、まあ、この癒しの技から説教につなげていくというか、まあ、イエス様を明かしすることにつなげていく時のこの言葉なんですけど12節「これを見たペテロは人々に向かっていった」「イスラエルの皆さんどうしてこのことに驚いているのですか?」 どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですかと、まあ、当然この不思議な癒しが行われたら、えーまあ、ペテロたちの力ペテロとヨハネの力もしくは彼らの信仰によってこの生まれつき 足の不自由な人が歩か、えー、しをか彼を歩かせたかのように、まあ、思うわけですよねでもそうじゃないんだということを、まあ、はっきりとこう伝えているというかで、まあ、彼が常に願っていたことは、まあ、全ての人がイエス様につながることだったわけですね。でここのの神様に使える、まあこの 福音に使えるものの姿というのをここに、えこう教えられるというか、自分ではなくイエス様に人々をつなげていくということですね。ですから、えっと、16節を見ると、このイエスの名がその名を信じる信仰の家にあなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前で このの通り完全な体にしたのですとで17節から「さて兄弟たち」というふうに、えーまあ、イエス様について、えー、さらに福音を告げ,告げ知らせていく姿というのがあるんですねイエスの名それを述べ伝えている、まあ、これは、えー、パウロが語った、まあ、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく主であるキリスト 述べ伝えていますというのと全く同じなわけです。ですので、私たちの証というのは、なんか自分を伝えるんじゃなくて、イエス様を伝えているということですね。そういう意味で、自分は自信仰が不十分だから、伝えることはできないということはないということなんですよね。自分の力や経験さによって、という、これは私たちのまあ福音の宣教 にも言ううこととがでできると思うんですよね何か良いものがあれば何か不思議な、まあ、心が変えられるということがあれば、まあ、それはイエス様の名によるんだということ、まあ、それは私たちの人生に起こることもそうですし、まあ、周りの人たちの人生に起こることもそうだということですねで、えー、それと同時に、まあ、続,け続けて、まあ、イエス様を 告げ知らせるわけですねさて、兄弟たち、17節から。あなた方が自分たちの指導者たちと同様に、無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。しかし、神は全ての預言者たちの口を通してあらかじめ告げておられたこと。すなわち、キリストの受難をこのように実現されました。ですから、悔い改めて神に立ち帰りなさい。と、まあ、 あのような行いというのは、えー、人殺しの男を赦免するように要求し命の君を殺したのですという14節、えー、15節のところの、まあ、イエス様の十字架彼らがイエス様の十字架につけたということを、えー、ペテロははっきりと言っているわけですねで,でもそれはあの無知のためだったんだ イエス様が、まあ、神の子であるということ救い主であるということを知らないからそうしたんだとでもその預言者によって語られたメシアはこの方なんだだから悔い改めて神に立ち返りなさいとまあ本当に何て言うんでしょう教えられることは復音っていうのは難しくないということなんですよね。 知らないで罪を犯していたけれど、でも悔い改めて神様に立ち返りなさい。なぜなら、このメシアを、救い主を神様送ってくださったんだから。ということなんですよね。で、えっと、続けて彼は、そうすれば、あなた方の罪は拭い去られます。そして、主の見舞いから回復の時が来て、あなた方のために、 あらかじめキリストとして定められていたイエスを主は使わせてくださいますというふうに、まあ、救いのメッセージこう悔い改めて神に立ち返った者には、まあ、罪の許しがあるということそして、えー、主の御前から回復の時が来て、まあ、神様と和解させてくださる、まあ、キリストとして救い主として 与えら定められていたイエスを神様が使わせてくださるんだあなたたちのところに救いがやってくる救い主がやってくるんだというふうに伝えているわけですねですので「福音」はとてもシンプルでありいつでも語ることができるということを教えられます、まあ、罪を許すために神様に立ち返るんだ神様を信じるんだ 悔めてイエス・スキリストを信じるんだということそしてこのようにペテロはまあ死の二章とは別の表現方法で福音を語っている常に、まあ、フレッシュな形というかあの新鮮な形で福音を提示しているわけですね、まあ、そのようにシンプルでありながらフレッシュで新鮮な福音をまあ 語るとということの大切さを、えー、教えられますもしかしたらこの2章で2章の説教で、えー、心動かされなかった人たちが、まあ、この章あ3章の説教でこう心動かされてい,くいったということがまあもしかしてじゃなくて実際にあったと思うんですよね。まあそのようにあの福音は常に新鮮であるという まあそののこととをを覚えて、福音を語るものでありたいと願わされます。難しいことは言わなくていい難しいことはわからなくても大丈夫なんですよね罪と罪の許しそれがイエス・キリストを信じる信仰と、まあ、悔い改めと信仰ですよね、まあ、悔い改めと信仰ともうほぼ同じですよね 罪が分かってイエス様が私たちのために死んでくださったということはもう私たちは罪を離れてイエス様のもとに立ち返るものにされるわけですので。はい、ということで、えー、その2つのことを教えられました。では祈ります。でのお父様自分の力ではない経験差でもないイエスの名が人を癒すことができる。 そして福音は常に新鮮な形で語られ人の心を動かすということを見ましたどうか私たちがあなたの皆により頼みまた愛を持って福音を語ることができるように聞かれるその福音を聞く人にその心に届くように 語るることができるように助けていていいください感謝して、イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。